よ、サマ。いい朝だね。今回は撮影機材を変えてのお試し動画です。ズームが得意になりました。美しい瞳をじっとり。機材はソニーの α6000。 あまりスマホと画質は遜色なさそうです。遠くからサマルを撮影できるので、普段とは違う姿もこっそり撮れるのはいいかも。さて、ここから本編です。奪われたポインコをめぐる一つの事件をこのカメラを使って追いかけました。5月中旬、自宅某所にてポインコ強奪事件発生。え？あれポインコじゃない？今ポインコ持ってなかった？何か加えているような。あ、ポインコだ。速報です。現在ポインコ強奪の容疑で指名手配されているのは、自称自宅警備員サマル容疑者2歳。サマル容疑者は5月中旬、自宅某所にて飼い主からポインコを奪い逃走した疑いで警察に指名手配されていました。警察によりますと、事件現場からほど近いパーチ前にてポインコにはむつく姿が通行人に確認され、通報を受けた警察が現場に急行したとのことです。現場の飼い主記者から中継がつながっています。こちらは現場の飼い主です。ヘリからの映像ではちらほら人質の様子が確認できます。犯人から何か要求等はあったのでしょうか？いえ、まだ犯人からの要求はなく、犯人は時折ヘリを気にする仕草を見せています。お腹が減ったのかもしれません。別の角度からの映像です。まだ人質は無事なようですね。今警察が交渉を始めた模様です。犯人に告ぐ、今すぐポインコを解放しなさい。それはできない、すでに食べたじゃないか。どうやら交渉は失敗に終わったようです。その後、サマル容疑者は人質を盾に逃走。警察がそれを追跡し、アジトを突き止めた。警部、どうやらあそこが奴のアジトと思われます。人質を確認。確保しますか？待て待て、アジトでの奴の行動を確認してからだ。おや、周りを注意深く確認していますね。今アジトへ入ったのを確認しました。よし、容疑者は何をしている？人質を奥に運び込んだようです。
人質の様子はどんな感じだ？無事ではありそうですが、容赦がありません。アジトの掃除もしているようですね。綺麗好きなのかもしれません。一緒にハムついています。癒されます。こら、犯人に感情移入してはならん。奴は凶悪犯なんだぞ。しかし目が合いました。撤退します。そろそろ動くな。奴が出てきたら人質を救出するぞ。わかりました。出てきました。よし、突入準備。まずは人質を確認しろ。見えません。必ずアジトに置いてきたはずだ。ポインコ確認しました。よし、奴が安心してる間に人質を確保するぞ。突入。容疑者が警戒を緩めません。嫌われそうです。構うな、人質優先だ。人質確保。どうやら人質がいなくなったことに気づいていないようだな。ごめんね。総員撤退、撤退。どうだ、人質は無事か？無事を確認しました。ポインコは無事だったが、大事を取っておもちゃ箱に即入院。この事件は幕を閉じた。一方その頃、容疑者は前睨んでるね。でも母音の危険があるので回収せねばなのです。許してね様。今回は夫のくだらない台本に最後までお付き合いくださりありがとうございました。一度はしてみたかったみたいです。楽しく動画が作れました。サマルもありがとね。また探してる。毎度なるべくこっそり回収するのが大変です。まあすぐ機嫌治るんだけどね。それではまた次の動画でお会いしましょう。